FM 戸塚を聞きの皆さん、こんにちは。ハグザライフ、命を抱きしめよう。12月23日火曜日、祝日です。今日もお相手は、やっとふるさと札幌に半年ぶりになるでしょうかね、帰ってきました。北海道出身、札幌の中央区藻岩山のふもとに生まれました、相浦弥生です。今日も年をとっても安心して住めるまちづくりを目指して、介護・医療の問題を中心に制度をお届けするハグザライフ、命を抱きしめよう、スタートします。札幌らしい雪が降っていました。ふわふわの雪、バッグの中にもスーッと入ってきてしまう。ここがね、傘を差しても雨と違うところなんですよね。ふわふわの雪は傘をすり抜けるかのようにしてね、襟元からもバッグの入り口からも中に入っちゃうんですよね。携帯電話を歩きながらかける皆さんは、メールをする皆さんは、北海道の方どうしているのかしらとも思っています。さあ、そして札幌の81歳の一人暮らしの母、もうびっくりするぐらい元気で一段と若くて、その秘訣もタッパー20個、これがテーマでありますけれども、また改めてね、ハグザライフ、命を抱きしめようの生き生きヒントでお届けしようと思っています。こんなに近くに生き生きと元気に生きるヒントがあったんだ、驚きでした。私たち二人姉妹の子供に迷惑をかけないようにとね、母は体のことを気を使いながらね、食生活しっかりと送っていたんですよね。タッパー20個どうぞ楽しみに待っていてくださいね。さあ、そして余市日課工場にも行ってきました。2度目でありましたが、とても混んでいましたよ。外国のお客様が多かったですね。朝のドラマの影響のようです。この余市日課工場は、世界でも稀な石炭の直火蒸留、石炭をくべて、そしてこの蒸留所、火を入れて果実のような香りの熟したモルトウイスキーを作るというものです。余市のウイスキーシングルモルト飲んできました。雪の余市工場、良かったです。でも今回はこの余市のモルトと、もう一つ日課が宮城郷、仙台にあるんですけれどもね、この宮城郷のモルトを、全く違う2つの風土のウイスキーを合わせて作ったピュアモルト、竹鶴17年、もうこれがですね、私にとって今回の最大の収穫だったように思います。何かと何かを合わせて新しい、さらに素晴らしいものを作るということ、ああ、これは私のテーマでもあるなと思った次第です。さあ、今日もハグザライフ、命を抱きしめよう、皆様からのメッセージ、そしてまたもう一方からいただいたそのメッセージとが一緒になってね、新たな出会いが生まれるということも、ハグザライフ、命を抱きしめようの中でも感じているところです。幸運はバッティングというそうですけれどもね、バッティングという言葉はなかなかね、あまりいい意味でスケジュールがバッティングしてしまったというような言い方もするわけなんですけれども、本和という新しいものを生み出す、正と反と合の三角形の図形のようだなというふうにも思いました。さあ、今日もさまざまな出会いが、本和が番組の中で起こることを願いながらお届けしていきます。この番組、ハグザライフ、命を抱きしめよう、支えてくださる皆様です。
何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。以上4社の提供でお送りします。12月23日火曜日のハグザライフ、命を抱きしめようスタートです。それでは今日の1曲目、くまさんの指笛お届けしていきます。今日は浜辺の歌です。くまさんからのメッセージです。約15年ほど前、当時海外出張がとても多く、出張先で友達を増やすのに何か楽器で演奏できたらいいなと思い、その時20歳の頃テレビで見た指笛を思い出し、インターネットで指笛演奏方法を調べ、練習したら約1週間で音が出たことが指笛を始めたきっかけです。くまさんに私もその方法をね、教えていただきながら、資料をいただきながらですね、ちょっと試してみたんですが、全くもってなりません。今度はくまさんに直接ね、どのような形で指を加えていくのか、舌はどのようにするのか、息遣いはっていうのこともね、教えていただこうと思います。皆様もぜひね、くまさんの指笛聞きながらラジオの前で挑戦してみてくださいね。両手を使う指笛と片手の指笛、インターネットでちょっと調べていただくと出てくると思いますが、私もくまさんに教えてもらった片手の指笛をちょっと今ですね、人差し指を曲げて口の中に入れて吹いてみます。という感じでしかならないわけですよね。それではくまさんの指笛、くまさんの解説とともにお聞きください。 FM 戸塚をお聞きの皆さん、指笛を演奏していますくまさんです。今日は浜辺の歌を演奏したいと思います。浜辺の歌を作詞林古恵さん、作曲成田為三さん。林古恵さんが小さな時に藤沢に住んでおられて、辻堂の海岸を歩いた時のことをイメージして作詞されたというふうに聞いております。それでは皆さん、浜辺の歌お聞きください。ラジオネームくまさんの浜辺の歌指笛をお届けしました。くまさんへの感想などもどうぞメッセージお寄せくださいね。12月23日火曜日のハグザライフ、命を抱きしめようです。それでは今日のメインコーナー、12月は
マヨカ病院、加瀬院長先生にお話を伺っています。マヨカ病院は横浜市認知症疾患医療センターであります。さあ今日は4回目ということで、認知症の薬以外の療法、生き生きヒントでおなじみのハグザライフ命を抱きしめようアシスタントの原田直美さんからの質問を答えていただいています。事務局の大野さんにも登場していただいています。認知症ってレクリエーションですとか絵ですとか右脳を使う療法がすごく効果がある、例えば園芸療法ですとかっていうのを聞いたことあるんですけれども、実際お薬で治療をされるのと、まあその右脳的療法っていうんですか、効果というか何か先生から見てどっちが効果が高いでしょうか。どっちが効果が高いってことはなくて、両方やっぱりできるだけ一緒にやるっていうことが重要だと思いますね、はい、両方、はい、お薬だけ飲んでいればいいってわけでもないし、うん、広い意味でリハビリテーションだけやってるっていうのもやっぱり、はい、もう診断がはっきりしてる方にはやっぱりその生物学的な治療はやっぱり必要だと思いますね。回想法っていうの、具体的に昔のことを、そうですね、昔のことを、はい、自由に思い出してもらうとか、自由に、はい、だからリーダーみたいな人がいて、はい、テーマを決めてですね、これについて思い出すことを言ってもらって、はい、でやっぱりグループでやると発言が乏しい人もいますから、それを上手に引き出しながらですね、はい、話の輪に配っていただくみたいな、そんな形ですね。1対1ではなくて、1対1じゃないですから、グループでやるんです。なんか時間とかこう部屋の雰囲気とかそういうものをちょっと配慮してやるっていうのを聞いたことあるんですけども、こちらでも何かそういった配慮を、こちらでも病棟でやってることが多いので、はいはい、特別な空間を用意してるってことではないですね。作業療法の一環としてやってるとかそういうこともありますしね。なんか自分史をこう作ると結構問題行動とかがなくなるっていうご家族のお話をインターネットで見たことがあるんですけど、実際それってなくなるといいますか、少なくなるというか、ちょっと迫力が落ちる人はいるかもしれないですね、はい、そうなんですね。みんながみんなそうじゃないと思いますけど、はい、そういうことが効果的な人もいるとは思います。やっぱり自分がこう誰だか分からなくなってしまう恐怖とか不安とかで、そういう問題行動っていうか、徘徊とかが起きてしまうのかなと思うんですけれども、自分史とか回想法で自分をまた取り戻す、忘れたと思っててもそれを見ればまた思い出せるっていうもの、安心できるものがあると、やっぱりこうなんていうんでしょうね、問題行動というかそういうものが少しなくなるんでしょうか。やっぱり安心すると少し良くなるんでしょうか。その通りです。そうですか。先ほど言ったその周辺症状とかね、ちょっと言葉を変えれば問題行動ってなっちゃいますけど、それはね、理由はやっぱりあるんですよ。理由はあって、本人のその置かれた状況、やっぱり不安、それでやっぱりいろんなことが出てくるわけですね。だからその人の心情を、その人の立場になって、その人の心情を理解するっていうのがまず大事ですね。そのうちの一つとして、自分史でも、が安心を与える一つの方法かもしれませんし、よくご家族の認知症の方への対応も質問されるんですけれど、優しい嘘は私はいいと思うんですよね。結構最初、慣れない時には説得しちゃうんですよ、例えばご飯食べてないって言うと、さっき食べたでしょうとか、誰かに何か取られたって言ったらそんなはずないでしょうとか、どっか忘れたんでしょうとか説得しちゃうんですよ。ところがやっぱりその人の立場になって、ご飯食べてないって言ったら、ちょっと申し訳ない、もう少ししたらまた作ります、できますからねとか、あるいはそのじゃあまた物がなくなったって言ったら、じゃあもうちょっと後したら一緒に探せますからとか、
そういうふうに説得じゃなくて納得してもらうことがやっぱり重要なんですね。安心を与えるためのまあ罪のない嘘、それは私は許されるんじゃないかなと思いますけどね。そういうアドバイスもご家族には先生の方から。あ、そういうことありますよ。家族教室とかも時々開きますのでね。あと保健所などでも家族教室やっていてますから、そちらの方のインフォメーションすることもありますね。認知症カフェのことも事務局の大野さんにお話を伺いました。認知症当事者の方であったり、その介護されているご家族の方であったり、まあ、それこそなかなかこう行く当てがない、施設への通所入所、そういったことも難しい、ご家族しか見れないなんていう方の場合、ご一緒に外出されてカフェに立ち寄られて、で、ご家族はご家族で、他のご家族と一緒に語らうことで情報共有をしたり、当事者の方の当事者の方で、比較的軽度の方であれば互いにコミュニケーション取れないわけではないので、そういった方もいらっしゃったりとかということで、その生活圏を、ある意味その多少なりとも拡大しながら、認知症の方もあるいは介護されている方も、そういった方々が孤立しないように、支えるものの一つということで捉えていただいていいと思います。今日のメインコーナーでした。それでは今日の2曲目、団子三兄弟。この後連続エッセイ、お母さん業界新聞メール版からもですね、この数字にこだわったエッセイを届けしていこうと思っています。FM とつかも 83.7 メガヘルツということでね、この車のナンバーどこかで見かけないかなと思っているわけです。837、郵便番号もどこかで探したいし、そして飛行機、今回札幌に帰った飛行機も837便ではなかったなとか思いながらなんですけれどもね、皆様のお近くで837の数字がありましたら、ぜひとも教えてくださいね。1999年、団子三兄弟が生まれた年ですが、この年は東戸塚のオールアンスティが誕生した年でもあります。つまり15歳のお誕生日を迎えたというのが今年だったわけです。1999年、団子三兄弟。今日は横山大輔、三谷匠の歌でお届けします。それでは今日の連続エッセイのコーナー、今日はお母さん業界新聞メール版をお届けします。お母さん業界新聞は紙面で届けられるわけなんですけれどもね、それとは別に毎朝必ず8時に携帯のメールやパソコンのメールに届くのがこのお母さん業界新聞メール版。簡単に登録をすることができるんですが、このメール版の中から今日は秘密の学級目標というタイトル、 MJ 記者、マザージャーナリスト記者、内田恵里さんのエッセイをお届けします。僕のクラスの学級目標は他のクラスとは違うんだ、聞いてくれと言わんばかりの息子がノートを開く。発表します。ここから数字が出てきますよ皆様。888足す2525足す8341引く2は11752。何それと聞くと、
嬉しそうに。クラスの人しかわからない暗号なんだ、わかるかなと胸を張る息子。暗号を解読すると888888はハハハプラス2525はニコニコ。なるほどなるほどと私も読みながら思いましたが、そして8341はやさしい。その後引くと出てくるんですね。引くに、これは何かというと引く苦手意識イコール11752。いいな、5年2組計算すると本当にこの答えになるから面白いでしょう。先生が教えてくれたと。私もですね、一応確認するために計算してみました。番組でお伝えすることね、最終表現者としてね、もう一度ここで確認するというね、癖がついているパーソナリティ相浦弥生です。いい先生ですね。私も小学校の教師をね、3年生4年生そして6年生と小学校を教えたものですからね。5年生はこうちょうど6年生になる一歩手前のね、本当に、いろいろな友達のこういい関係ができ、そして学級経営に先生がこう燃えているクラスはね、固まってくる頃なわけですよね。はははプラスニコニコプラス優しい引く苦手意識は11752。いいな、5年2組52。息子はこの不思議な数字にとても感動したみたい。生活の中のちょっとしたひらめき、これすごいがいいと思うんだ。クラス共通の秘密の暗号を持ってちょっぴり仲間意識が高まったように感じる。やるな先生。だんだんまとまっていくクラスの姿、これからも楽しく見守っていきたいと思います。 MJ 記者内田恵里。内田さん、ありがとうございました。お子さんのね、特別だよ、ママにだけ教えるよなんて、こんな風にね、前置きしながら話してくれる話は本当にワクワクで、まあそうなるほどって相槌を打ってリズミカルに答えていくとね、次から次とこの話以外のクラスのこと、友達のことも話してくれるから不思議ですよね。今日は数字にまつわるお母さん業界新聞メール版、秘密の学級目標、 MJ 記者内田恵里さんのエッセイお届けしました。5年生の息子さんにも会ってみたいです。きっとこの後はいろんな数字を組み合わせながらね、自分なりのものも作っていったのではないでしょうか。私も数字にこだわるところがあってね、弥生と言います。もちろん3月生まれの弥生ですけれどもね、父が昭和8年8月8日生まれ、3年前に亡くなりましたが、8という数字が大好きな父が、そして母が西洋子、その4と長女である1、やよいとつけてくれました。両方の意味があるんだぞと、3月生まれであるだけではなく、こんな意味があるんだぞと父は何度も嬉しそうにね、私に話してくれました。大好きな大好きな名前、年を取るごとにうんと好きになってきます。だから弥生さんって呼んでもらいたくて、弥生さんって呼んでほしいんですと自分からね、宣言の私メッセージを出すことが多いです。今日の連続エッセイでした。
番組の中盤、ここからは戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーションです。大久保先生に不定愁訴のことをお話していただきます。戸塚区医師会理事の大久保です。東戸塚で大久保総合内科クリニックという内科のクリニックを開いております。今日は前半に続き、不定愁訴と心の関係についてお話をしたいと思います。不定愁訴とは、さまざまな不定な症状を憂い訴えている状態を言いますが、多くは心の問題が絡んでいます。人間はすべて何らかのストレスを抱えているもので、ストレスがないということはありません。体が侵害された時に痛みを生じるように、ストレスに対しては心はストレスを将来避けることができるようにアラームとして不安を作り出します。不安が認識されるためには、必ず動悸や胸焼け、頭痛などの体の不快な症状を反応として伴うものであり、逆にこれらの不快な症状がなければ不安を感じることもできません。腹が立つという言葉は、まさに怒りの感情がお腹の不快感と切り離せないことを物語っています。さて、このようなストレスに対する反応を不安として感じることができる人では、例えばパニック発作のように、初めから心の病気として医療機関を訪ねるので、ある意味対処は単純です。しかしながら、不安として感じることを抑え込んでしまって、体の症状だけを強く感じてしまうような抑制が強い、ある意味頑張り屋の人では、対処が難しくなり得ることをご理解いただければと思います。ストレスが不安を引き起こし、さらにそれに伴う体の症状、例えば胃の痛みなどを引き起こした時に、胃の痛みがストレスに対する反応だと意識されていれば、いずれストレスを避けることで解決させていく方向に進めるため、問題にはなりません。ところが、ひょっとしたらこの胃の痛みは、何か別の見落としたら命に関わるような重大な病気によるものではないかということを考え出したらどうでしょうか。胃の痛みが不安を生み出すようになり、もともと不安が胃の痛みを生み出す経路がある方ですので、不安と胃の痛みの間でぐるぐる回転する回路が発生し、強い不安と胃の痛みを感じるようになってしまうのです。これが体の症状として不安が身体化するシステムなのです。喘息や胃潰瘍のように、実際に病気があった場合もこのような心の連鎖反応を起こし、心身症として取り組む必要が生じることもあります。不定愁訴ではこのような不安の身体化が関係しますので、心の治療もしっかりできる医療機関を受診しないと、心の問題は私は見れないので、よそを当たってくださいとか、あるいは考え方を変えるしかありませんよとか、その症状は一生取れないので付き合っていくしかありませんよといった不適切な指導になってしまって、きちんとした治療の軌道に乗り損なってしまうこともあります。かかりつけ医で良いアドバイスが得られなかった場合、ぜひ内科の病気も見ることが可能な心療内科の看板を掲げた医療機関を受診されることをお勧めしますので、ぜひご検討ください。お便りコーナーです。今日もファックスいただきました。よいジャイアンさんから、そして浜のバタヤンはスタジオにお手紙を届けてくれたんですよね。まずはマリモが気になるよいジャイアンさんから、ハグザライフ相浦弥生さんへ。弥生さん、ラジオ聞いてました。小学校の頃、両親に買ってもらったマリモ、テレビの上にずっと置いてありました。瓶に入って、今思うと箱根のお土産で作り物だったような気がします。北海道に行った時、マリモ羊羹買いました。私もマリモ羊羹大好きでね、マリモは買ったことはないんですけれどもね、よいジャイアンさん、
マリモ羊羹はね、あの緑色のね爪楊枝でプチってしてプジュンってキュルルルってなるやつですよね。もう普通の羊羹よりも断然マリモ羊羹が、あの形状ですかね、形でしょうかね、美味しく感じてしまっています。懐かしい。冬の楽しみは何ですか。弥生さん、来年も応援してるよといただきました。マリモが気になる良いジャイアンさんからいただいています。ありがとうございました。そうですね、冬の楽しみは小さい頃は北海道札幌だったものですからね、年子の妹と屋根の上に登って雪が多くなるでしょ。そうするとね、もう簡単に屋根の上までこう雪を踏みしめながらね、積もった雪のところを階段にして登っていけるんですね。でそこからこう宙吊りに命綱を足につけてね、宙吊り作戦をしたりとかね、まあさまざまないたずらといいますか、まあ、妹と二人で本当に面白いことをいろいろやったことを思い出しますね。まあ、夏の話ですけれどもね、スズメも捕まえようとしてね、ザルを置いてね、そこに紐をつけてね、餌を置いてスズメが来たらポンとね、そういう計算でいたんですが、やっぱり捕まりませんでしたね。やっぱ年子である妹と私が、つまり例えば中学校3年の時には中学校1年という、わけですからね、仲が良かった。まあ、お姉ちゃんと妹は慕ってくれて、そういう妹との雪の日の屋根に登った楽しみがありましたけれどもね、そうですね、今はやはり熱燗を、マイおちょこを持って行って、自分の大好きなおちょこ、よじあやさん分かりますか、日本酒の熱燗を飲むこの小さなね器ですが、これが好きなもので飲みたいと思うもので、自分のマイおちょこを持って行ってね、そして、まあ、よそで飲む時ですよ、マスターに、マイおちょこを持ってきたんですが、これで飲んでいいですかって、気に入らなかったりしたらね、そちらのお店の器が私の中で好きではなければ、そんな風にして熱燗と、そうですね、ルイベまあ、ルイベはね、北海道ので今回食べてきましたけれどもね、あとはあん肝、うん、あん肝の、まあ、お鍋もいいですね、あとフグ鍋などお鍋がいいかもしれません。冬の楽しみ、よいじゃんやさんも教えてくださいね。そうか、まりもちゃんのことずっと書いていたから、よいじゃんやさん、そうだったんですね、テレビの上にずっと置いてあるんでしたね。あ、今でもってことかな、うん、また詳しく教えてください。さあ、そしてですね、浜のバタヤンはスタジオまでお手紙を届けてくれました。あゆらやよい様、年末の多忙な折、時間を割いて時はクラブの忘年会に出席していただき、誠にありがとうございました。そして取材を通して多数の方々の波乱万丈、引きこもごもな人生の歩みをお話をされたことと思います。本当なんです、時はクラブ浜のバタヤンにお知らせいただきましてね、まあ、来賓という形で時はクラブ川上町のね、ご高齢の皆様のこの老人会時はクラブの、忘年会、そして、定例会でしたでしょうかね、にお邪魔させていただきました。皆様のお話もインタビューさせていただきましたので、これは年が明けまして1月そして2月にお届けしていきます。お話を聞かせていただきました皆様、そして大松会長、本当にありがとうございました。さあ、浜のバタヤンのお手紙の続きです。参加した皆様は本日 FM 戸塚あゆら様が参加することを知って、いつもと違ったムードで楽しまれ盛り上がったと思います。そうですか、嬉しいです。私も一緒に
楽しませていただき、久しぶりにあゆらさんとデュエットで銀恋銀座の恋の物語を歌い、年末ムードが出ました。そうでしたね、浜野バタヤンとは以前も歌って見たのは、あれはクラシックレジデンスにね、取材させていただいた時でしたね。大松会長様には、取材内容の放送日には皆様に手配して必ず聞いてもらえるよう、そしてできれば感想を便りかファックスで送ってくれるようお願いしてあります。まずはお礼まで浜野バタヤンといただきました。こうしてつなげてくださって本当にありがとうございます。今日のお便りコーナー、浜野バタヤンとよいジャイアンさんのお手紙ご紹介しました。それではその浜野バタヤンからのリクエスト、今日もマンボをお届けします。ペレス・プラード楽団の勇壮なダイナミックな演奏、今日はパトリシアです。それではここからは生き生きヒントのコーナーです。元気に生き生きと生きるためのその秘訣を教えていただきます。さまざまなところに取材にも伺っていますのでね、情報ここにぜひともっていうところがありましたらね、お知らせください。今日は VSS の皆様の真岡地区センター音楽室、お歌を歌ってらっしゃるそこにお邪魔させていただきました。今日は真岡の地区センター、うん、ここは地下にあります音楽室ですね、うん、にお邪魔しています。さあ今日はここで何が繰り広げられているかということ、そして生き生きと自分の人生を生きるためにどんなコツがあるのか、どんなヒントがあるのかをぜひとも聞かせていただきたく参りました。代表の野口さんです。自己紹介を改めてお願いいたします。はい、VSS の事務局をやっております野口です。はい、元気の源っていうのはね、友達を作ることですね。友達をどんどん作ってね、うん、遊ぶことです。年寄りは遊びが健康のもとなんですよ。うちに引き込まっちゃダメ。こうしてこの VSS、うん、またこの略称が何の略なのかなというのも気になるところでありますが、V はねボランティア、はい、S はシルバー、はい、もう一つの S は VSS のもう一つ最後の S はサービス、ボランティアシルバーサービス、はい、非常に長いんですけれども、はい、とにかく高齢者同士の支え合いですね。つまり、うん、皆さん今日は音楽室で、お歌を歌って、いらっしゃってね、そしてつまりこの VSS の活動はこのようにお歌を歌ったり、または、公会堂で私も皆様が合唱なさってるところをね、司会させていただいて、そのご縁があって今日は参りましたが、皆さんで合唱したりとか、でも基本的なところはボランティア、ボランティア、つまり、草取りとか枝切りとか、はい、ゴミ出し、はい、地域のために、そう地域の高齢者になりますとね、家具を動かしたくても動かせないんですよ、はい、電球切れても電球の切れそうです、はい、そういったものを、皆さん VSS の皆さん、はい、ボランティアシルバーさん、ボランティアシルバーさん、はい、そうなんですか。でも皆様の先ほどちょっと小耳に挟みましたが、平均年齢も75は超えてますね、80近いと思います。ご自身の皆様お元気だから、こうやってこの地区センターに集まって、歌を歌って仲間と楽しく遊んで元気になるから、また地域のためのボランティア頑張ろうっていうことですか。そういうことですね。すごい循環ですね、いい循環ですね、はい、顔の見る関係ができますとね、何かこう頼もう、普段は頼めないでしょ、頼めやすいんですよ。それにはやはり地域のコミュニケーションというのは大事ですね。なるほど、
そのコミュニケーション作りが、まあ、VCS の一つの目的です。ボランティアやるのも目的ですし、コミュニケーション作りも、なるほど。このなあ何人ぐらいいらっしゃるんですか。今120名ぐらいいます。はい、ただ男性の方が多いんですよ。男性がね80人かな、80、180、女性が40人ぐらい。やっぱり自分がそういうところが大変だなという時にはこのお仲間に頼むっていう相互関係もあるということですよね。そういうのもありますね。それ以外の、はい、さらにご高齢の方たちのために何かを、地域に戻ってね、それで、まあ、あの困ってるお年寄りを見れば VCS でやってあげますよ。こういう口コミで、なかなかね電話で申し込むっていうのは大変なんですよ。やっぱりそれよりも顔の見える関係でこう誘われれば、じゃあお願いしますと。ありがとうございました。はい。あ、これがたまたま。それでは野口さんのインタビューの後は VSS の皆様で歌ってくださいましたリンゴの歌です。さあ皆さんの合唱の後はですね、今度はお一人ずつが好きな曲を紙に書いてリクエストして、カラオケスナックのようですよね。そして順番にお歌を歌うというその時間もありました。 VSS の皆様本当にありがとうございました。来週も引き続きこの続きお届けしていきます。皆さん聞いてくださっていたら、ぜひともファックススタジオにお送りください。お待ちしています。今年を締めくくる生き生きヒントは VSS の皆様、今週と来週2週にわたってお届けします。さあ感想などお寄せいただくためのファックス番号です。 045-829-0837 045-829-0837。 そしてメールはmail@fm-totsuka.com です。今日の最後の楽曲、そのリンゴの歌を並木道子、桐島昇でお届けしますね。さあ今日もお別れの時間です。そして来週12月30日は今年最後のハグザライフ命を抱きしめようとなります。来週もぜひ聞いてくださいね。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りしました。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は相浦弥生でした。さようなら。